中日勝ち越し。広島中日22回戦中日が広島に4対3で勝利。中日勝ったがね。何の腹なかったな。広島にはなぜか勝てる不思議。こういうゲームを甲子園でできないのはなんでや。柳だったからもつれた試合。カープ戦の勝ち越しやな。松田さん試合で2勝1敗だから頑張ったな。マジでボイになってます。斉藤のおかげやで。タッチ最高や。福永タイムリーよかったな。細川の一発でかかったわ。木下も久しぶりのホームラン出たね。カープ負けました。まあ玉村だな。初回に軽い入り。逆転できると思ったのにな。また日曜日負けた。4番が打てないなら仕方ない。暑い中お疲れ。中日先発柳4回3失点。柳は劣化してしまったな。柳は三振取れなさすぎて厳しい。柳は去年の無援護で心折れたかな。中日マルティネスセール。ライデル完璧です。ライデル危なげなし。無敵感が出てきたな。ライデル。広島先発玉村3回3失点。玉村試合作れなかったな。困難だから玉村は信頼されない。玉村初回の入りがたどうにかしてくれ。広島リリーフ松本1回1失点。松本俊の時期は短かったな。松本は結局何も変わってない。松本はストレートしかないから安定感がないな。中日打撃成績。福永先制タイムリー。福永ようやった。最強の2番打者福永。細川ツーランホームラン。細川やるやんけ。細川20号来た。木下ホームラン。久しぶりの木下。木下すごい。広島打撃成績。末金タイムリー。末金よかった。末金信じてたね。石原ゴロ打点。石原ナイス。最低限はできたな。石原野間タイムリー。野間のバント拒否が生きた。野間劇場見せるわね。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。